やってまいりましょうか。バイオハザード8パート9かな。前回はね、村の中を探索しまして、で、赤い屋根、赤い煙突がある家を探して、ベネビエント邸というですね、ドナという次の貴族をぶっ潰しに行くために、相変わらず映らないイーサン、次の貴族をぶっ潰すために、新しい館に入ったところで、終了いたしました。で、今館の中に入っていろいろと探索をしているんですが、こっちは開かない。敵出てくる？なんかさ、バイオ4の元々の話で、はぁ、これか。アンジーと、めっちゃ綺麗じゃない？ドナ。わぁ、やられてもいい。やられてもいいなっていう気がする。うん。ああ、いいね。ヨーロッパな家って感じがするね。特に何もない。うん。そうそうそう。で、ドナちゃんを今から、まあ、ぶっ倒しに行きましょうっていう話ですね。ちょっと歩き方があれだね。よたよたしてる。どうしよう。あれ変わんない？使っただけ無駄だったかもしれない。うん。これは関係ないかな。ということで、なんで撃った今。ホラーなんだけど。勝手に銃撃つ。ちょっと待って、じゃあナイフにしとく。今のはちゃんとボタンを押してやった。ただ、なんで今、その1個前、なんで発砲したのかわかんない。で、これまだ開いてんの？なんで外側で埃が起こんのよ。ホラーなんだけど、うわぁ、もう人形あるわ、怖いわ、キキキとかって動き出しそう。動かないよね、大丈夫？あなたが落としたのは金の皿？それともただの皿？私が落としたのはポットです。くだらねえ。さっさと次行こう。うわぁ、なんかもう何も起こらないまま、こう、次々行くって、なんかすげえ恐怖だね。なんか走っていくのが嫌になってきたわ。怖っ。これ壊せる？壊せない。壊せない時点でホラーだね。ホラー、ホラー。さあ、もうね。うわぁ、これまさかと思うけどさ、近い行くんじゃねえの。ふっとね。うわぁ、なんか起こりそうだね。しかも下行きだもんな。うわぁ、地下実験場とか。もう、ホラーパート一番嫌なんだよね。これ出なくなるからね。あと真剣に叫ぶっていうね。なんだろうな、バイオ4の元々の作品って、あれじゃないですか。なんだっけ。人形、なんかホラーチックな作りになってて、で、人形が出てきて、うんぬんかんぬんみたいなやつだったじゃないですか。まあ、結局、ボツになったんですけどね。うん。何？後ろでキーって言ってる。レコードは流れない。お、なんかある。調べる。三角植物のアルカロイドだけ？ここに、なんか小ネタなんだろうね。小ネタなんだろうけど、わかんないなぁ。これは昔のドナちゃんとか。いや、これは多分、絵っぽいね。なんだろうな、怖っ。開けれない。ここも開けれない。どんどん奥に誘われてるね。うわぁ、なんか意味ありげな部屋来たよ。音楽めっちゃ流れてんじゃん。あ？あ？これ拾ったらなんか起こるね。拾ったらなんか起こるね。よし。
調べられるのかな。あ、セーブ場所あんじゃん。なるほど、じゃあ始める前にちょっとセーブでもすっか。もうマジか、意を決してやるしかない。調べる。よくわかんないな。これもよくわかんないね。まあいいや、こうか。じゃあ仕方ないね、もうやるしかないよね。なんかこのさ、布にかかっているこれがめちゃくちゃ気になるんだよね。なんか復活しそうだよね。で取るか。ほら、ほら。なんか、うわぁ。誰ですか？アンジー？どうぞリュウが、お願い、アンジーのパパになってよ。What? いやいや、もっと驚きよ。Wait, where's my gun? は？は？え？え？ちょ、え？アイテム何もなくなってる。え、出れなくなってる。え？何のマジック？あなた誰？私は誰？ここはどこ？うわぁ、なんか、調べてみる？ちょっと、一旦、え、何この、調べる。つるつる。調べる。左目を調べる。口を調べる。なんだ？え、これ殺されてんの宮じゃね？Is this? これはミアの人形。ミア？え、これあれもしかしてさ、撃たれて死んだミアの写真？なんで撮ってんの？なんで持ってんの？うっそん。ちょっと一旦休憩挟みたいと思います。セーブしよう。再開したら人形をバリバリ調べていきますね。では一旦カッツ。ということでね、続きやってまいりましょうか。持ち物、身ぐるみ全部剥がされてね、もうクラフトすらできなくなっている状態ですね。で、目の前には、ミアを彩った人形でも、なんかいろいろね、ところどころこうやって調べられるところがあるので、まあやっぱこっからですよね。あ？何もできないということなんで、はい、了解です。じゃあ仕方ないね。こっから調べようか。腕取る。お、指輪。A、外す。ほい。外れないよ。外れた。OK、指輪ゲット。ですね。は、ああ、なんかこれ洗うんじゃない？うん。ルビー、ダイヤモンドなんだろうけど、ルビーっていう感じね。足を探る。お、外せる。外します。左足を外す。カポ。なんかある。なんか出した。ゼンマイ。なんかあれだね。触り方めっちゃエロくない？やらしいね。左半身から行こうか。口を調べる。うわ、汚されんな。怖っ、これ。ん？何？ゼンマイ。口の奥に何かある。道具がないと取り出せない。なんか見えるね。なんか見えるけどわかんないね。左目を調べる。眼球の移動。ほう。なんか翼が、旅立つみたいな。はいはい、オッケー。左、あ、そっか、左目か。どれで、なんか右目を調べる、あれかと思っちゃった。しかしまあ、絶対ここホラーパートだよね。手を調べる。なんかね、手のね、扱い方がなんかね、もう、行為をする、なんかもう生めかしい触り方しかね、見えないんだよね。何これ？
目玉が全部閉じてますっていう、それだけ、ただそれだけのこと。まだあるんだ。座り方が、座り方がシンプルにエロい。あーもうボコボコじゃん。もう銀の鍵って。ちょっとさ、もうこの電気がさ、なんかぐじゅぐじゅぐじゅぐになるのすげえ嫌なんだけど。お腹を蹴ったら信じられる？この子本当に元気だわ。うちの子もよく目を洗って言ってましたね。あー何このなんか過去の回想シーンみたいな。やっぱそうだよね。開けます。いやー怖い、本当に怖い、マジで怖い。行けない、向こう側から施錠されているが開ける。これなんか追いかけられるやつじゃん。サイコブレイクにもこういうのあったよね。なんかチェーンソーを持ってうーとかやってるやつ、ってかやってるやつ、あいつから逃げようぜみたいなね。これキーピーカー入った箱じゃないの。特に何もなし。あとこれか、あーでこれで洗うと、そういうことね。ほい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 、めっちゃ綺麗になる。ピッカピカやで。あ、やっぱルビーじゃなくてダイヤモンドだったっていうオチね。で戻る。結婚指輪見る。あ、なんかある。違う、平行移動しない。ん？拡大。052911。052911ね。OK。ここ開けれる？ここ開けれないね。OK。052911。ちちち。05。あ、違う、逆。2。行き過ぎ。9。1。1、OK。で、これで戻るんだろうけど、なんか戻ってる時に、なんか出てくるとかってオチなのかな？ちょっ！さっきここ入れなかったよね。開ける。人形とかいない？大丈夫？うわ、すげえ怪しい。なんか腐ってる花瓶的なのがいっぱいあるね。ああ。隠れるところいっぱいあるね。怖っ。調べる。E さんとの思い出のゴール、でももうなることはない。え、ちょっと待って。なんかこんな狭いところに、で、2階所も隠れる場所があるってなんかやばいね。Why is this here? どうしてここに。あ、これなんかあったね。じゃあこれゼンマイじゃん。選択、あーこうしてで並び替えていってつながるやつを選び倒すっていう感じか。え何かが間違っている。速攻で違ったね今ね。OK。こう。で、どうだ？ん？つながってるかどうか関係してんのかな？これだってつながってる。あ、これ？こうか。あ、なるほどね。で、こうで、これでいいんじゃないの？どうなんだろう？いけてそうですね。うん。つなぎ目同士をこうくるくる回すことでなんか出てきた。ピンセット、ああはい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 。でピンセット手に入れたから人形のところに戻ってでグチグチグチモンダミンをするという感じですね。はいはい、オッケーオッケー。でなんかまたこれ戻った時にさ、からお口ぐちゅぐちゅできないのね。はーい、はーい、お口見せてねー。はーい。で
ピンセッツ。虫、うぅいる。なんかこう、一個一個進むたんびに、こう、ぐちゅちゅ、ぐちゅちゅってやるのが楽しいよね。あ、いや、ダメよ。兄さんには言えない。こんなこと絶対、浮気してんな。今、いたよね。ドキッとしたわ、ほんとに。もう、どうやった？あ、こっちか。ここだね。OK。こんなんあったっけ？さっき。なかった気がする。ローズの一番のお友達、あの子のお気に入り、子守歌代わりに、ね、私たちにとって何よりも大切なもの、祖母がくれた祝福の音色、E さんがくれた永遠の約束の証。ほう。フィルム。で、E さんがくれた永遠の証。で、ローズのお気に入り、私たちの宝物、ここなんじゃない？順番が間違って、あれ？ちょっと待って。もう一回見る。ローズの一番の友達、あの子のお気に入り、子守歌が私たちにとって何よりも大切な子。祖母がくれた祝、でも、子守歌代わりね。これ、子守歌なの？じゃあ、これで行きましょう。出てくるやん、入っていこうとしてるやん、手がブワー出てこない。お子様には見せられないなーっていう感じですね。わー、まあ夜中に一人でボリボリやってるんでね、すげー怖えな。なんか奥にあるね。進んでいきますか。そろそろなんか出てくるんじゃない？気のせい？おーっつー、おはようございます。君ら動かない。後ろもめっちゃいる。後ろもめっちゃいる。下行くか。うわー、嫌やわー。ここほんと今心臓バックバックやで。ほんまに怖すぎるやろ。ふっ、こっちは何もない。受話器を取る。ゾイ？ゾイいない？そこに。ゾイはいない。残念。どう？何のフェイク？もしもーし。Please, Ethan, listen to me. I didn't want to keep it from you. あ、ミアなのね。ミア。I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family.Mia, what are you talking about? 何を言ってる？あなたとローズを心から愛してる。だから私こうするしかなくて。だからさ、ミア殺されたんだからさ、なんで普通に会話できると思ってんの？あー、怖っ。ドキドキやで、ほんま。調べる。あ、これはなんかはめはめするところですね。こっちは特になんもなしと。ここはなんかある。鍵ある。あ、結構戻ってくんじゃない？やっぱり戻ってきたね。ミアがいて、ミアがいなくなった。いないね。よし、じゃあ石膏をやっていきましょうか。チョキチョキ行こう。チョッキンチョッキンチョッキンな。さあ、お胸をさらしていただきましょう。パコ。信じの目。出た。ん？ああ、首がプランプランしてるだけ。ローズ。切れるんかい。じゃあ、次行きましょうか、どんどん。どんどんやっていきましょう。ファッションショー。くだらないでしょう。ほい。じゃあ、ここに、これをはめる。いけない。さっき目全部閉じてたよね。じゃあ、これか。いけない。え？こっち向きか。
あ、行った。行ったね。あ、これさっきのところか。あの映像に映ってた貞子。リングね。来る。きっと来る。きっと来る。てててるて。誰が揺らしてんの？まあ、ミアがいるんでしょうね。うわぁ、マジかぁ。これ、クーヒーさん、素晴らしいね、ほんと。ふっと吹く。配電盤の活気。いいか、みんな、井戸を登るときに後ろを振り返ってはいけないよ。後ろを振り返ったりするとね、やっ。え、ボッコボコにされてんじゃん。マジかよ。もう早く行こう。配電盤。でもまだね、その、なんだったっけ、なんか、胎児かなんかを開けれてないっていうのが、一個大きな問題だと思うんですよ。それがないってことは、暗くなってる。マジか。そしてなんか、セーブしてた。開いてる。なんか来る？すげえ暗い。怖っ。どっかあって、えっ、おお、なんか来たよ、なんか来たよ。え、配電盤の鍵をクリアするためにはぐるっと回るしかないよね。あいつに捕まったら終わりだよね。もうなんでこんな時にさ、こんなさ、あ、怖、やばい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 、急ぎ急ぎ、ふう、振り返ってる場合じゃない、急ぎ急ぎ急ぎ、なんかドエライの出てきたよね。これだよね。これ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 。急ぎ急ぎ急ぎ。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。開発した、開発した。急ぎ急ぎ急ぎ。幼子のレリーフ。こっちから行く。来てない。だだだ。もう来た。来た。愛せませんな、私。子供がいる身ではありますけれども、どっか行きません。いやー、にえにえ。尻尾生えてるよ。人間？え？やばくない？アンジーいるし、おお、おお、びっくりした。あんなのいるの。なんかちょっと明るいだけですげえ心が落ち着くわ。怖っ。ドキドキ。あんなのいるの。いやー、マジでビビったわ。なになに、これを拾えと。え、ちょっと待って、潜り込む、潜り込む、潜り込む、出てきとるやないかい。ちょっと待ってなるほど、これを取って帰るけど多分出てくるから、ですよね、出てくるから慎重に帰りましょう。なんだけど、どのタイミングで出てくる？どのタイミングで出てくる？どうっと、お邪魔しました。このタイミングでキャ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 、あ、キャキャキャ、多分ベッドに潜り込んで、ベッドに潜り込む、ベッドに潜り込む、で、多分来るんだよ。来るからここでやり過ごすんだよ。おー、ビビった。めっちゃ楽しそう。ほら来た。
後ろからバレるとかない？後ろいるよね。パパがいなくて怖いってか。これ聞いた方がいい。おお、びっくりした。バレたのかと思った今。はいはい、行って行って行って。あ、いなかったよ。パパいないよ。パパなんかいないよ。残念でした。ゆい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 。今日のお供はあったかいお茶です。いただきます。あいつに捕まったら終わりだよ。だって武器何もないもんね。ヒューズでピリッピリにする。行ってみる。まだ早い。行ってみる。まだ早い。行ってみるか。よし。ちょっと慎重に慎重に。このね、あ、ちょ引っかかってる引っかかってる引っかかってんだよ。行けよ。どうなった？このね、跡がね、本当にね、やばいよね。またドアバーンとかって引っ張ってこない？マジかよ。いないよね。もうダッシュで駆け抜けていくよ。いたら終わりなんだけど、この先に。いない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 ね、いないね、いないね、いないね。オッケーオッケーオッケー、急ぎ急ぎ。ちょちょちょ、こういう時に操作ミスすんな。ちょ、来てるんだって。来てるよ、来てるよ。急いで急いで、早く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 。めっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しそう。終わった終わった。バイオシリーズやってて、ここまでガチでビビった。久々だわ。あー、なんとか抜け切れた。ビビった。そしてまたなんかセーブしてるし、なんかあれ、こんな歪んでたっけ。めっちゃ楽しそう。あれ、いけない、いけないよね。じゃあこっちから戻るか。あれ、こんなに人形落ちてたっけ、ここ。あれ、こんなに人形あったっけ。わお、人形たちのお出迎え。あっちがいる。おっ、どな、行かない、行かせないよ。え、なに、熱烈な賛成。まだ生きてる。あ、なるほどね。見つけました。はーい。お首プルプルしてましたけど、ドナちゃん、ドナちゃん可愛いよね。お首プル、こっちじゃないよ、こっちじゃないよってお首プルプル。こっちとか言ってる、こっちにつけないで。これなんか時間内に見つけなかったらやられちゃうとかある。すげえ嫌なんだけど、お首プルプルしてるね。あれ、いないな。どこだろう。
こんなさ、分かりやすくさ、いる？違うよね。うわ、なんかどんどん人形が増えてくる。うわー、でも人形って嫌なんだよね。空いてる人は。あ、いた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 。メッケ、捕まえる。うわ、ほら、あ、今度は動いた。ローズにこんなことするのか。いや、ローズにはしない。ローズにはしない。君だからしてるっていう感じだね。さあ、またちょっと聞いてないようなところに行きましょうかね。こん中にいるとか。いない。ドア開いてんか。ドア開けたのこれか。あ、いた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 。あいつだ。よし。もう3回やったら終わりだろう。3回やったら終わりだろう。いやー、サバーなんか、怖かった。怖かった。怖かった。気持ち悪い。もうさすがに3回刺したから、もう、ちょっと。ちめくざけんな、かわいい。じゃあ、やるしんだよ。本業は喋らないから、かわいいんです。なかなか、問答無用で、怖いっすね。おー、It's over. どんな終わりっすか。あっけねー。Mia. 見つけ出した。I'll make things right. 必ず。あ、以上。じゃん。じゃん。なんだ。おー、出てきた。Good. I need to get out of this place. 出てきた、出てきた。ちょ、待って。調べる。調べたい。主翼の鍵と部品を組み合わせた。オッケー。主翼の退治の。So that's who's behind all this. こいつの知らせだったのか。なるほどね。あ、武器戻ってきた。いいねー。いやー、でもちょっと待って。マジ疲れた。しんど。両足のフラスク。フリスクですね。これ何？アンジー人形。え、何？アンジー人形で。あれなの？そっか、ドナーか。中身はちょっと気持ち悪かったけど、ほんと僕は結構タイプっすね。あ、なんで撃ったの？バカじゃね？やっちまったわー。まあいいや。ということで、どっかでセーブできるポイントが確かありましたよ。なかったっけ？どっかなかったっけ？セーブできるポイント。まあいいや、あの、霧もいいところですので、セーブポイントをどっか見つけて、今日は終了したいというふうに思います。ますが、本当にセーブポイントない。まあ、とりあえずじゃあ戻ったらいいかね。商人のところまでね。で、ここはあれなんでしょ、どうせまた帰り道になんかいたりとかっていう話なんでしょ。いない、大丈夫。暗っ。いやー、これでもさ、武器とかが関係ないからさ、2周目もまた同じ作業を繰り返すわけでしょ。2周目で毎回のベイビーとやらなくちゃいけないの。マジで勘弁してほしいわ。つら、怖、毎回ドキドキだね、ほんと。はぁ、まあ、とりあえずね、あの、声を上げながらも冷静に叫ぶことができたんじゃないでしょうか。なんだよ、冷静に叫ぶってね。いやー、ビビったわー、マジで。今回もなかなか長いパートになってるかもしれないですけどね。まあ、とりあえず、そしたらまあ、区切りもいいんで、セーブポイントはまあ、後々見つけるということで、一旦ね、あの、ここで、区切って終わりたいというふうに思います。ということでね、また次回パートでお会いできたら幸いです。では、次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。